紫輝くんの友情の深さに迫る、神宮寺雄太と岸優太との不屈の絆。こんにちは、みんな。今回は音楽界の新生平野紫耀に焦点を当て、親友の神宮寺雄太や岸優太との深い関係に迫る、明らかになったものを再調整し、ショーの素晴らしい性格特性と深い友情を強調しましょう。平野史洋、岸雄太、神宮寺雄太、彼らの友情が織りなす物語は、 ななるアイドルののの舞台裏ををええ真の絆と多様性を抱えた感動的なものだ紫輝くんの言葉から感じられる温かな友情はファンだけでなくコミュニティ全体に感動を与えている。ゴート CD の特典映像で翔くんが神宮寺さんと岸くんが降りてくるのを見て友達だと嬉しそうに言ってましたが、この瞬間、心からの喜びと力強さを感じます。三人の絆、前の事務所を辞めた経緯はあるものの、 3人の友情は今も強いようだ。グループが旧事務所を離れ、新グループナンバー、愛を結成した背景には、常にお互いをサポートし続ける深い友情があります。岸くんが加入する前は不安もありましたが、2人の関係は揺るぎませんでした。翔くんはいつも岸くんや神宮寺くんの気持ちを優先して仕事にも気を配っているようです。自分一人では何もできないと言いながらも、 周囲への気遣いや感謝の気持ちは本当にすごいです。以前所属していたマネジメント会社からのオファーも断られていたようで、チームに専念したいという気持ちが見て取れる。紫輝くんの心遣いや仲間思いが垣間見えるエピソードは数多く存在する。彼の言動からは、仲の良い友達を大切にし、彼らのことを常に気にかけ、楽しんでいる姿が浮かび上がる。 それはただのアイドルとしての存在ではなく、学生時代からの友情が根底にある。紫輝くんは学生時代から変わらず、仲の良い友達が大好きで、常に気にかけ、楽しんでいます。彼の人柄は画面越しでも伝わり、センターになることよりも仲間を思う姿勢が強調されています。特に、CD の特別映像での純くんへの気遣いが印象的で、容姿だけでなく、性格にも魅了されること間違いなしです。 CD の特別映像で見られるジン君への声かけも、その一端だ。紫輝くんの口から漏れる。お前は疲れているんだから、座ってろ。という言葉には、彼女心の広さと友情の深さが現れている。容姿だけでなく、正確に惹かれるファンも多いことだろう。昔から、人の役に立ちたいと語っていた紫輝くん。岸くんとジンくんは、彼にとって心を許せる大親友であり。 一緒にいることで初めて力を発揮できる存在なのです。この友情は単なる仕事上の付き合いではなく、深く根付いたものと言えるでしょう。紫輝くんが昔から口にしてきた人の役に立ちたいという思いも、彼の友情の根底にある価値観だ。岸くんと仁くんは単なる仕事の仲間ではなく、心を許せる大親友として彼の人生に欠かせない存在だ。彼らが旗にいることで、 紫輝くんは自分の力を発揮し、さらなる高みを目指すことができる。紫輝くん、岸くん、ジンくんの3人がいつも一緒に仲良くいてほしいという願いが込められています。彼らの友情は、個々の成功以上に、グループ全体の結束を強め、ファンにも力強いエールを送っています。紫輝くんの友情に焦点を当てた今回の記事では、仲間思いな彼の心情や友情の深さを垣間見ることができました。 結束力あるグループの形成には、個々のメンバーの心の豊かさが大きく影響していることを改めて感じさせられます。紫輝くんの人柄と友情が、今後も彼らの成功を支え続けることでしょう。最後に、彼のメッセージを受けて、ずっと3人が一緒に仲良くいることを願ってやまない。彼らの友情は、単なるエンターテイメントの範疇を超え、コミュニティに勇気や希望を与えている。 紫、輝くんの友情の真髄を感じ、これからも彼らの活動を温かく見守っていきたい。